私リノリノさんの隣で1レースから11レースまでかけてましたが、すべて敗北、1万5000円すべてなくなりました。そんな40歳の男のもう一つの物語、始まるよ。リノリノチャンネルスタート。私お金が尽きたんで、はい、リノリノさん今収支出したら、はい、8000円ぐらい使えるんですよね。はい、プラスです。私はちょっと500円借りてもいいですか。500円、泣きの500円、泣きの500円、はい、これあげるよ小銭。本当に、うん、いくら。940円。やった、はい、返しますんで。900円かける40円いらないんですけど。40円ね、40円いらないよ。940円。よっちゃ、これで取り返します。こっちに3連複3連単かけたんで。はいはいはい、こっちに100円あるから、こっちが1000円じゃん。いいですか。1000円、いいですか。悪魔の誘惑だよね。これ利子つけて返せってことですよね。まあ勝てばいいんじゃない、今すぐに。そう、勝てばいいんだよな。今すぐに勝てばいいのよ。よし、最終レース頑張るぞ。ほんと嫌なやつね。今のパンがなければお菓子食べればいいじゃないって言った人と同じぐらい嫌味な感じしたよね。難しいね、最終レース。難しい、競馬難しい、競馬難しい。皆さんコメントお願いします。当たらないけど競馬が好きっつってね。そう、もうその通りですね、本当に。よし、頑張ろう。はい。事件発生です。何すか何すか。3連複を500円のつもりが1000円買ってました、何にかけたの。478の3連複2000円。お、攻めるね。で、あ、そう、47がいいなと思ってて、うんうんうん、4と7に単勝1000円ずついって、うん、で4と7のワイドに500円いって、で8が一番人気なんですよ。だから478で500円買ったと思ったら間違ってた。計いくらいった。計3500円。あらら、これ外しちゃったら5000円勝ちぐらいな。外しちゃったら痛いね、当てたいね。5000円勝ち、まあ、ギリ勝ちだけど昔はリノリノ銀行で、はい、結局まあ1000円かけて、はい、4710480456567の3連複に845584486784の3連単。全然頭に入ってこないな。はい、まあなんか、うんうん、でもまああれだよね、4と7と8はやっぱあれだよね、人気馬というか、そうですね、いける感じですよね。ただね、うん、これ負けたら12連敗なんですよ、私。なんかもう来たくないです。ある意味さ、私より演者だよね。ただね、この間っていうか、勝手に常滑ボート行ったんで、はいはいはい、5万近く当たったんで、うん、まあやっぱ、ただまあ、まあいいのかなと。結果、だってそれで勝ったお金でやったと思えばいいんじゃない。まあね、うん、でもトータルは勝ってるでしょ、今までのさ。どうなのかな。今までやったってさ、この間も10連敗後の3万ぐらいゲットしてたでしょ。で前回もでしょ、うん、今日珍しいですね。お、そんな中ビクトリアマイルの、はい、出る人が決まったのですか。これ賞金決定、ソダシ、ソングライン、スターズオンアース、スタニングロス、じゃビクトリアマイルやるんですか。これビクトリアマイル BKL いつだっけ。来週じゃん。来週か。いや、これまた難しそうな、うん、あ、KO 杯にダノンスコーピオン出ますね。去年の NHK マイル1位のね。でもあのドルチェモアさ、去年 ね1着で2歳優秀馬で期待されてて大丈夫かなと思ったけど、ダメだったね。ダメだったね。いやだけど何があるか分からんよね、ほんと。いや、競馬難しい。難しい、うん、でもなんか人間と一緒だよね。こうずっとさ、うん、こうトップにいる人もいればさ、波が激しい人もいるしさ、うん、難しいね、マジで。なんか競馬場企画はやるんですか。
やりましょうよ。もう僕いいっすよ。行こうよ。川崎競馬とかにしようよ。あの川崎競馬とかの方が難しくない、まあね、私今結構地方競馬やるの怖いもん。中央の方がまだなんか、なるほど、うん、そう。もう5月あ、今ここでポロッというのもなんですけど、指定席が取りたすぎて JRA カード作ったんですよ。届いたの、届いたの。もうここの、ここの席、ここの席を取った時は、うん、あの一般で、うん、あの取れたんですけど、うん、今後絶対あれじゃないですか、厳しくなってくるから JRA カード入ろうと思って入ったんで、うん、それでいっぱい取っていくとなんかステータス上がって、うん、ポイントもつく、そう、ポイントもつくし、あの当選率も上がっていくから最高じゃないですか。最後の別、立川特別、立川特別1400やってダートだよね。ダート、いや、ちょっと指定席の魅力に気づいちゃうと、ちょっと指定席がいいね、うん、なっちゃった。ここでは大分から JRA が入りますどうですか、6月安田記念、ね、いいね、うん、それしたらもう夏競馬になって競馬がなくなっちゃうからさ、うん、リベンジ、リベンジね、毎週自分ちょこちょこやってまた軍資金貯めるとね、貯まればいいけど当たんないですもん、やっぱ G3、G2 コツコツやらんとね、下手するとステークスやらんとね、暴れてない、大丈夫、そう、あ、襲われましたね、よしよ、4番いいじゃないですか。3が思ったより下がってんな、3つった今、私3かけてなかった、本当にやめたい、478 1もなんか良さげな感じ出してるんですよね。ダメじゃん、10 10? ダメ、一番最後よ。あ、本当だ、でも1 1このまま行ききるかいね、なんか当たってよ俺、もう10連敗やだよ、借金残したままやだよ、持ち越し、確かに確かに、残して持ち越しは嫌やね。嫌だね。立ち上がってきたね。4と8は順当。頼むよ。順当だぞ。何？1下がれ、1下がれ、1下がれ、1下がれ。1はやめてよ。1下がれ。1やめて。1下がれ。お願いします。お願いします。下がってください。お願いします。6? お願いです。下がってください。1じゃん。1行くじゃん。全部当たったと思ったの。なるほど。うわー、467か、買ってないな。あー、このちょっと間違った声優マジで痛いんですけど。いや、でも当たったじゃん。当たった。あー、倍率見てみてよ。当たった。467.85。うわー、惜しかったな。当たらんかった？当たってないですね。早い。全然当たってないですね。6はかけてたけどな。4、待ってね。
やかんない気はあかんないんだな。確かに。え、結局今日結構いいんじゃない？おお。おお。4.6倍。マジで？6000じゃん。おお。で、四って何倍見てる？今日は。マジ？三番人気。おお。いいね。で。4と7のワイドが、7.0 から8.1だから、500円。あ、1万ぐらい買ったかも。買ってるでしょ。で、単勝でしょ。単勝とワイドと単勝とワイドだけ。3連服ダメだったから。あ、そこそこ。そうそう、いいとこついてんね。私もう今日リノリノデーだ。私こんな勝つの珍しくない？大丈夫？これ動画的に面白い？面白い面白い。こんなに勝ってて面白い。いいよいいよいいよ。ここでいいか、調子乗って来週とか調子乗るのやめよう。よかったね。今日いい日だわ。締めてください、この1日競馬企画。終わりましたよ。今日も今日とて、ご覧いただき誠にありがとうございました。5月の G1 をやりつつ、6月の安田記念に行く計画を私はこっそり立てようと思います。ぜひ今後ともいろんな競馬情報コメントいただけますと幸いでございます。うちのスタッフは私のことよりそのコメントを信じております。何とぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。